ジョン・デイビス・ロングはアメリカ合衆国の政治家。1880年から1883年まで第32代マサチューセッツ州知事を、1897年から1902年まで第34代アメリカ合衆国海軍長官を務めた。1838年、ロングはメイン州バックフィールドで生まれた。ロングは地元の公立学校で学び、 ヘブロンアカデミーで中等教育を受けた。1857年、ロングはハーバード大学の一般教養学科を卒業し、マサチューセッツ州のウェストフォードアカデミーで教員となった。ロングはハーバード大学法学大学院で法学を学び、1860年に法律の学位を取得した。ロングはマサチューセッツ州内の個人事務所で実務経験を積み、 1861年に弁護士として認可を受けた。ロングはメイン州バックフィールドに戻り弁護士業を開業した。1863年、ロングはマサチューセッツ州ボストンへ移り弁護士業を継続した。1869年、ロングは同州ヒンガムに移った。1874年、民主党はロングを マサチューセッツ州会議員選挙の党候補者として指名し、ロングはそれを重諾した。だが、間もなく、ロングは共和党に倶楽し、1875年に共和党からマサチューセッツ州会議員に選出された。ロングは1878年までマサチューセッツ州会議員を務め、1876年からは会議長も務めた。 その後ロングは1879年にマサチューセッツ州副知事を1880年から1882年までマサチューセッツ州知事を務めた。1882年、ロングは共和党員としてマサチューセッツ州からアメリカ合衆国会議員に選出された。ロングは1883年から1888年まで3期6年に 渡って合衆国会議員を務めた。ロングは海運委員会、通商委員会及び歳出委員会の委員を務めた。1888年、ロングは共和党から4000名の出馬を要請されたが、辞退した。会議員退任後、ロングはボストンで弁護士業に復帰した。1897年、ロングはウィリアム・マッキンリー大統領から、 海軍長官に指名された。1898年に、米西戦争が開戦すると、ロングは合衆国海軍をまとめ上げ、対応に当たった。マッキンリー大統領暗殺後、ロングは、公認となったセオドア・ルーズベルト大統領の下でも、海軍長官を継続した。ルーズベルトは、第一次、マッキンリー政権時代に、海軍次官補を務めた、ロングのかつての部下であった。 ルーズベルトは軍備の拡張政策をとり、その温度の下にロングは新しいアメリカ海軍の成長の礎を築いた。1902年に海軍長官を退任後、ロングはマサチューセッツ州へと戻り、合衆国海軍や米西戦争に関する著作活動を行った。また、政治的な議論にも関与した。そして1915年、ロングは マサチューセッツ州ヒンガムで死去した。ロングの遺体は、ヒンガム市内のヒンガム墓地に埋葬された。ロングの死後、合衆国海軍ではその功績を称えて、駆逐艦ロングにその名が付けられた。ありがとうございます。